はい、ゾウの部屋です。今回は朝倉海がライジンバンタム級トーナメントで優勝できない理由についてです。これまで朝倉海選手がバンタム級トーナメントで最悪の相手を選んでしまった理由、朝倉海選手が渡辺修斗選手に負けてしまう3つの弱点などについて話してきました。海選手の強みはスピード、リーチの長さ、ボクシングスキル、腰の重さです。特にスピードが生命線です。スピードには3つのスピードがあります。体を動かすスピード、構えからの右ストレートのスピード、堀口貯金のスピードです。堀口貯金のスピードとは、堀口選手に勝ったことによるスピードです。海選手はここ5戦で3勝2敗ですが、3勝は1ラウンド KO で、2敗は KO 負けで完敗しています。理由は簡単です。2敗した相手はどちらも2戦目なので、海選手の実力を知っています。反対に3勝した選手は初めての対戦ですので、海選手を実力を大きく上回る過大評価をしてしまっていました。あの堀口選手に勝った選手と捉えたのです。そこで試合をしても過大評価しすぎ構えてしまい、反応スピードが鈍ってしまいました。これが堀口貯金のスピードです。実際は堀口選手との1戦目は、堀口選手は腰の怪我で実は試合ができる状態ではありませんでした。本当のことを言うと、海選手は実力で勝ったのではないのです。その事情を知らずに3選手は必要以上にビビってしまい、反応速度が落ち、1ラウンド KO 負けしたのです。しかし年末には堀口選手には完敗し、海選手に完勝したケープ選手は UFC で2連敗してしまいました。海選手の実力にも少し疑問符がつき、堀口貯金も減りつつあります。おそらく決勝までの試合で堀口貯金はなくなってしまうでしょう。これで3つのスピードのうち1つはなくなりました。次に構えによる右ストレートのスピードです。海選手の構えはセオリー通りの半身ではなく、やや正面気味に向いています。そうすることで右ストレートが早く届くのです。しかもバンタム級ではトップレベルにリーチが長いので、遠いところからいきなりパンチが届き、 KO 勝ちを量産しました。しかし弱点もあります。海選手は右ストレートを当たるため作戦があります。オーソドックスのセオリーの左回りではなく、逆の右回りを多用することで待ち構え右ストレートを当てます。逆に相手が右回りで逃げると、左ミドルで阻止をするのです。海選手は正面気味に立つことから、前蹴りが当たりやすく、距離を詰めることを防げます。また、左ミドルを打つことが分かっているので、テイクダウンを合わすことも可能です。また、右ストレート時のリーチの長さ、右回りがストロングポイントだったのですが、これに対応できる選手がいます。リーチが長い選手とサウスポーの選手です。それは井上直樹選手、滝沢選手、岡田亮選手、金太郎選手、石渡選手です。これらの選手は右回りの右ストレートのスピードを対応できる選手です。最後に最大の弱点があります。それはスピードの選手は1分3ラウンドをしのがれると一気に戦力が落ちることです。スピードに相手選手の目が慣れてくるからです。海選手はウルトラマンと同じとも言えます。最初の3分を我慢すれば勝機が見えてきます。寝技で下になっても構わないので、思いっきりのいい蹴りを主体に戦っていきます。前蹴りや引導、左右ミドル、あとは警戒しているであろうカーフのフェイントをうまく使っていきます。3分を過ぎれば、あえて海選手に左ミドルを出させ、そこでテイクダウンを狙えば良いのです。一度テイクダウンを奪えれば、マネルケープ戦同様、海選手の攻撃力は半減します。半減してからが勝負となるのです。トーナメントの最後は1日2試合行います。ということは2試合目は疲れているので、海選手の最大の強みであるスピードが使えないのです。1日2試合というのが海選手の最大の武器であるスピードを封じ込めてしまうのです。以上のようにカイトラマンは1日2試合ということで優勝の可能性が閉ざされてしまっているのではないでしょうか。本当にUFC 王者を目指す気があるのなら、日本でしょこたんとイチャついてる場合ではありません。海外に練習拠点を移す必要があるでしょう。もしくは UFC 王者を諦め、 YouTuber 界では最強を目指すのがいいかもしれません。ライジンにお願いして、1ラウンド3分カーフキック禁止のカイトラマン特別ルールを作ってもらいましょう。
以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。